日本秋田県秋田市手形旧下町手形旧下町は、秋田県秋田市にある町。郵便番号は010-0863。住居表示実施済み。秋田市の東部、手形地域の中では西部に位置する。西端は、JR 大雨本線。南端は、手形蛇や赤沼街道である。西は、大雨本線を挟んで、千秋期との丸、千秋中島町。北は、 手形から未伝、手形田中、東は、手形住吉町、南は、手形新栄町に接する。添川鉱石窪田城下で、五六家臣の侍町だった、旧手形旧下町、手形本心町の各一部に相当するが、この地区は1896年の秋田府評第17、連帯設置に伴い陸軍連兵場となって1945年まで。 区画が消滅していたため、町内の道路などは、北東部にある前田市の一部を除き旧城下町の痕跡を残していない。1966年の住居表示実施時、手形侍町の中では、唯一旧町名が継承されたが、区画は変更されている。手形旧下町は、久保田城の城下町の一角を構成する侍町で、 北の丸に対し外堀を挟んだ東側に位置する。久保建型旧下町、秋田手形旧下町とも呼ばれた。梅津正影日記官永8年3月8日の城に町割りの記録がある。西側南端に佐竹市の祈祷所である宝教院があり、周囲より高台であるため宝教院山と呼ばれた。東側南端に法教院松寺返上寺があり、続いて、 法教院のご記念集である伊徳寺、泉光院、聖福院、正門院、常建院、梅誠院の六具寺が並んでいた。そのため、手形時山町とも、手形六区町、手形六区町とも呼ばれた。北端で旭川に面し、川岸に、藩主のご休み所があった。このご休み所が、旧下町の名の由来である。ご休み所の脇には、 五級橋が架けられており、泉山のお高野へ繋がる橋であるため、お高野橋とも呼ばれた。以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町内に鉄道は通っていない。最寄り駅は、中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。 ありがとうございます。